はようございます、釣り子 TV です。ついに店頭に並んでましたね。これもう気になって気になってしょうがなかった、ブルフラットのノンソルトでね、 3.8 インチ、このサイズがですね買うことができたので、で実際にですねよく行っている釣り場で使ってきたって、ね、こんな感じだったよなんていう動画がありますので、まずはそちらをご覧ください。おはようございます。デカバスハントに三島に来ましたよ。簡単に釣っちゃいますよ。目標はボジャップ3本。頑張りましょう。30センチからだな。から3本。はい。水温25度。比較的高級セット。よし。よいしょ。振りますよ。おほら追ってきた、ね、桟橋から湧いてくるんだやっちゃった焦った桟おほら追ってきた、大変もな、場所によってはいい立ち木が入ってるはず。
かも。遅いか。よいしょ。いただき。おお。よいしょ。ええ。すごい。ライトリグが。春日の。切られた。跡が。こんな。ライトラインで。切られた跡がありつつ。俺が釣れたのはこれ。ブルフラットのノンソルト。で、タックルがね、これね。買ったばっかりの。49。ホワイトウルフの17ポンドクラス。初バスがね、こんな。長っぽそいやつで、ねえ、で時間なかったから今抜き上げちゃったけど、すごいこんな感じ。ちょっとねジグストが全然効かなくて、ブルフラットの新しく買ったノンソルト、塩が入ってないやつ、それでふわふわふわってね、こうね下げてったらカカカカカッ、いいとこかかってる。これねノンソルトでより沈むのをふわーっとした感じで釣れましたので、長そうなんて、サイズがですね、口を閉じて送りまし、口閉じの43ですね、口閉じ43、夏っぽいバス。じゃあこいつお願いします。お願いします。これね新しく内物とかいろいろ使うように買ったホワイトウルフにグラビアスで、ラインは16ポンドでノンソルトのブルフラット、初めて使ってみたけど早速1匹釣れましたよ。はい、ありがとうございます。はい、というわけで帰ってきました。これね、実はですね、この前九州に遠征に行った時に九州の釣り具屋さんに行ってですね、そしたらね、もう関東とねまた違った雰囲気でね、ルアーの陳列なんかも大迫力でババババババーっていっぱいねルアーが並んでいて、で結構ね関東では見かけないようなんていう人気ルアーもねいっぱいねぶら下がってるんですよね。というわけでこれね見つけて、実ははいこんな感じでね、これね2袋買ってきました。800円だったんですけども、これね九州で買ってきたんです。じゃあね早速まあどんな感じかってね、動画の中でもやってたと思うんですけども、はい、これ実際に使っていたやつなんですが、こんな感じ。まあね、ノンソルトになったっていうことで見た目形はもちろん変わってないんですけども、質感ね、ただでさえねソルト入ってるブルフラットでも独特のムチムチしたねいい感じのね触り心地っていうか、まあ魚がこうハムハムして離さないっていう印象のブルフラットですが、さらにねこう噛み心地良くなってるんじゃないかなって、独特なねもちもちとした感じがまずですね触ってると、分かります。そして使ってみるともうすぐに分かるんですけども、さすがにねやっぱりノンソルトなんで、ソルトインの通常のブルフラットよりもさらにねこうゆったりふわふわふわって感じでね落っこちていくんですよね。全然ね使ってるこうシェイキングした感じも若干違くて、っていうわけでこんな、実はですねまあジグストの具にもしてみたりして、これでねやってみたりするんですけど、ジグストの具にしてもなんかやっぱりねちょっとね気持ち変わるんですね感じ方が。ただまあジグストの場合ここのヘッドの重さがね、主に動きの起点になると思いますので、今回はですねライトテキサスリグっていうことで非常に軽めのバレットシンカーにつけて、でシンカーフリーにしてふわーふわーって独特のね優しい沈んでいく沈下スピードで試してみたところ、結構ねこの日苦戦してたんですけども、最初の一匹が釣れてくれた魚なんですが、速攻で釣れてくれたっていうことで、であとですね結構寒いシーズンに湖上であった方が使っていて、
で、その時聞いて印象的だったのが、寒いんだけど非常に浅い身を筋とかに刺してくるバスをお互い狙ってたんですね。で、その時自分はジグストの釣りとかで釣り進んでいたんですけども、お伺いしたところですね、ブルフラットのこのノンソルトを使ったその浅いところでも中層とかをレンジコントロールしやすい、この特性を使って結構ね、いい反応を得ているね。ブルフラノンソルトやばいですよ、ね、いつ発売されるんだろうと思ってね、だいぶね気になっていたんですけども、そんな感じでその上流域とかの浅いところでブルフラット使うとき、もちろん従来のソルトインのものでも釣れるんですけども、微妙にそのレンジを刻んで中層を泳がしたいとか、そういった時とかよりふわっと落としたいとか、あとはね、最近これを使ったネコリグとかでね、上流域とかでバコバコに釣ってるなんて超過情報なんかも見ますので、そんな感じでいろいろですね、従来のオリジナルモデルとこのノンソルトのものを使い分けていけばいいんじゃないかなということで、今回自分はですね、ライトテキサスリグでよりふわっと落としてみたところ、ちょっとね苦戦気味だったんですが、早めにバスの反応を得ることができたっていうことで動画にまとめてみました。ではい、これね、従来のブルフラットのソルトインのものですね。これなんかと重さ比較なんかもできたらなぁなんて思ったんですけども、針がついてないものだと、はい、こっちが従来の塩入りブルフラット 3.8、 こっちがノンソルト、まあ見た目には全然変わらないですよね。ただまあ手で持った感じ、やっぱこっちの方が若干グッとくるかなっていうね、うん、そんな感じはあるんで、重さですね、これ自分でも知っておきたいので、どっちがどうだっていう、まずはこちら、ソルトインのオリジナルのブルフラット 3.8、 これは何グラムでしょうか。 14.4グラム って出ましたね。で、続きましてこれね、ノンソルトのモデル、これは何グラムでしょうか。 12.8グラム って出ました。あ、結構ね、はい、こっちオリジナルね、まあ、14g ちょいちょいで、こっちが 12g 後半、およそ 13g ぐらいっていうことで、投げてる体感としてはそんなに変わらないんですよね。こっち投げてる時とこっち投げてる時で劇的な変化があるっていうわけではないんですけども、ほんとね、シンカーフリーのライトテキサスとかで試してみるとその差歴然で、まあどっちがいいって、まあこれめちゃくちゃ釣れますからね、どっちがいいどっちが悪いっていう感じではないと思うので、こういう感じでね、変えたらまあ2袋スタンバイしておいて、でその日よく釣れているね、レンジの刻み方で、使い分けていけば、どちらかっていうと本当中層をよりふわふわとね、ふわー切りもみ、ふらー切りもみみたいな感じで誘いたい時はノンソルトなんか非常に使いやすいんじゃないかななんて思いますし、こちらね、このコンパクトさでやっぱ 14g を超えてくるっていう重さ、これをジグストとかにつけるとね、このヘッドの重さと相まってよりコンパクトでギュッとしたですね、投げやすいリグになったり、あとはこれ独特のね、一番まあめちゃくちゃ釣れますよね、塩入りのスパイラルフォールとかってのはまたね、絶対必要なものになってくると思いますので、そんな感じでまあもっとね、この先ですね、この夏場のギルが浮いてるシーズンに使い分けて、こんな感じで使うとこうだったよなんていう風に語っていけたらななんて思うんですけども、今回はね、まず第一弾としてこういう感じのね、これはですね、20番フックのセオライズのフックをつけてますけども、こういうセッティングで、重さはね、あれね 3.5g ぐらいのシンカーだったと思いますが、それで岩盤に打って、結構ね水深のある岩盤なんですけども、ふわーって落としていったら中層ぐらいでガツンとね、ふ
ふわふわふわって落ちてきた、むむむむむんぐーってね、来てくれたよっていうことでね、動画にまとめてみました。というわけで、本日の釣り講 TV はこれね、デプスの機体のね、新しいワームということで、ブルーフラットのついに出たモンソルト 3.8、これでいいバスが釣れたよって、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。